アクシー号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 は、東京都港区、中央区と千葉県鴨川市を結ぶ高速バス路線である。東京タワー、東京駅八重洲口前と東京湾、アクアラインを経て、安房鴨川駅西口、亀田総合病院、パークウェルステート鴨川の間を約2時間から3時間で結ぶ。途中の木更津カナダバスターミナルでは、篠の目車庫、羽田空港、 成田空港各方面の路線に乗り換えが可能である。1997年11月に運輸省関東運輸局に申請し、翌年の1998年3月6日に認可が下り、同月14日より都心と外房方面を結ぶ初の高速バスとして運行が開始された。運行開始後、しばらくは電話予約以外にも運行会社や広報に関わった鴨川市にも 問い合わせが殺到した。運行開始から1ヶ月後の利用者数は7769人で、1日あたり約250人と、再三ラインをクリアした格好となり、定期便の他にも臨時便が運行された。木更津カナダバスターミナル。カズサー区間は、首都圏への通勤圏内にあたることに加え、都心部からも亀田病院への通院。 鴨川市内に構える大学キャンパスセミナーハウスへの通学、そしてオルカ、鴨川 FC 公式戦の観戦目的での利用客が多い。それにもかかわらず、運行ルートにワカー部が多く、所要時間の長さがネックだったことから、既存ルートとは別の速達便の新設を望む声が高まり、鴨川市長から要望書が提出されたことなどから、2016年6月11日より、 特急便及び急行便が新設された。2021年11月1日より一部の便をパークウェルステート、鴨川まで延伸。台風に伴う暴風、濃霧発生時に東京湾、アクアラインが通行止めになった場合や積雪があった場合には、京葉道路、または東関東自動車道、館山自動車道などを経由して、 迂回経路で運行を行う場合がある。この場合、目的地には1時間程度遅れて到着する。また、基本的に2年に一度開催される、千葉アクアラインマラソン開催時は、事前告知の上で、運休や、迂回遅送りを予告して対応する。2014年12月22日より、鴨川シーワールド入園券と、アクシー号1往復分がついた、特別企画乗車券。 アクシーカモシー5号チケットが発売されている。発売額は大人5500円、中学生4600円、小人2750円で、有効期間は、発売日から7日間。袖ヶ浦バスターミナル、木更津カナダバスターミナル間の、乗降は不可。亀田病院行きは、折り返し道停留女子発となるか、入選時間までの間は、安房鴨川駅あるいは、 日東交通鴨川営業所まで改装、待機となる。車両原則として、全便、化粧室付きの4列シート車両で運行。高速バス14日、発車東京鴨川間を二次化学アライン経由で1日6便、上行、交絡の足便利に、傍集日日新聞1998年3月10日付。都心鴨川間の高速バス運行バスから、 毎日新聞1998年3月13日付長官、暴走版。高速バス予約や問い合わせ雑踏低料金などが人気電話つながらない。こまめにかけて、傍週日日新聞1998年3月。日付。アクシー発車1ヶ月利用者7000人こすれ足、校長。 臨時便の増発も、傍州日日新聞1998年4月22日付。ABC、高速バス、アクシー号11日から、特急、急行便を運行。傍州日日新聞、2016年6月12日閲覧。AB、鴨川東京線、IC カードサービス取扱い開始について。トピックス、日東交通。 2015年11月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年11月20日閲覧 ABIC カードサービスの対応路線について鴨川日東バス2016年4月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年3月27日閲覧 AB 鴨川シーワールド 千葉駅発の高速バスと鴨川シーワールドがセットになったお得な早割りチケットカピハヤ7販売開始2014年12月22日 PR タイムズ PR タイムズ2015年1月23日閲覧高速バスはクシー号カピーナ号の迂回運行についてトピックス日東交通2013年6月15日時点のオリジナルより アーカイブ。2013年6月6日閲覧。その後も、断続的に点検が実施されることに、迂回運行されている。高速バス、アクシー号、カピーナ号迂回運行のお知らせ。鬼滅市。2016年2月15日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年2月11日閲覧。6、11東京鴨川線、アクシー号。 東京機密線ダイヤ改正について、お知らせ、京成バス、2016年6月12日閲覧。高速バス、機密東京線、アクシー号のダイヤ改正について、日東交通、2020年7月28日閲覧。浜松町バスターミナル乗り入れ終了のお知らせ、京成バス、2020年7月28日閲覧。ありがとうございます。